撲特別企画第1弾1日目琴勝峰を追うぞ始まります。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画をご視聴いただきお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。また大相撲特別企画への温かい応援重ねてお礼申し上げます。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いいたします。はい、始まりました、大相撲特別企画、今年、ざっくり言うと2回目の企画になりますね。第1弾になりますので、琴勝峰にスポットを当てます。今回はちゃんとテレビの、放送を聞いてたんですけど、今回は翠富士と対戦ですね。で、今回の場内アナウンス木村善之助さんかなと予想してたんですけど、ドンピシャでしたね。はい、では応援団ですけど、今回最近登場の、回数多いですね。ゆきちゃんのぬいぐるみ5つですね、置いてます。カメラ向かって一番右は L サイズの、レンちゃんですね。そしてレンちゃんの左隣はちっちゃいゆきちゃんの、ラナちゃんですね。そしてその左隣はランちゃん、そしてラナちゃんとランちゃんの、前にはですね、水色の、ゆきちゃんのルンちゃん、そして一番左はですね、リンちゃんですね。中くらいのサイズのリンちゃん。では琴勝峰の上穴からやってみます。東方琴勝峰、東前頭5枚目、千葉県柏市出身、佐渡ヶ嶽部屋できるかな、初めてなんですけど、それでは。となります。今場所からね、カザフスタンの金峰山が幕の内ですけれども、今日は勝ちましたね。とっても嬉しく見ていました。でもしかしたらここでね、来場所の企画を、仮の予定ですが、金峰山にスポットを当てられたらいいなと思っています。はい。あ、翠富士ですかね、勝ったの。負けちゃった。残念。じゃあちょっとね、木村幸之助さんが行司さんなんですけど、結構低いんですよね、いろいろ手ついてとかね、はっきり残ったから聞こえるので、しかも今日は翠富士が勝ったので勝ちなのにも省略です。じゃあやってみます。となりました。はい、ということで大相撲特別企画第1弾1日目琴勝峰を追うぞでした。いかがでしたか。いや、今回動画ちょっと私はやる気満々でやってたんですけど、しんみりした内容になりましたね。この琴勝峰にスポットを当てるのはですね、18日の土曜日までとなります。でですね、もしかしたらあさって3月14日は、外出をしているので、もしかしたら、リアルタイムでは更新できないかもしれなくって、後からね、お届けするかもしれないですね。はい、まだ26日まで
日がありますので体力と相談しながらこの企画実施していきたいですね。というわけで大相撲特別企画第1弾1日目琴勝峰を追うぞでした、はい、では今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタンコメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いいたします。ではまた、次回の放送で次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。